後攻なりました第9レース発走です前を取りには1番の地元坂本勝也が行きました2番の磯川勝弘3番の石川正持は今磯川の後ろにいます4番車佐藤光智前段へと車を進めていきますさあ地元両車で初手先頭2番手並びを作りそうです5番の坂本周紀そして6番の望月一世の2人は短期戦です その2人のさらに後ろから7番の朝倉石弘が2番磯川のマークへと位置を上げていきます短期のメンバーは切れ目のポジションは求めずおのの6番手7番手従いまして2番の磯川初手の位置は3番手です5番坂本周輝 6, 6番手6番の望月一星が7番手最後尾それぞれ初手の位置といたしました2周回目2コーナー回ります さあ先頭が4番の佐藤です準決勝戦、自ら仕掛けるシーンがあったものの結果は大敗を喫しました1番の坂本和也が追走をマーク今日は先輩佐藤浩司にマークします地元コンビ、うっぷんばらしの最終日ワンツーフィニッシュになりますか2番の磯川は3番手にいます、まあ、準決勝戦難しい短期戦でありました今日は並びができました 同じく東京7番の朝倉がつきます東京コンビは西部園ホーム磯川を共用確保の朝倉がマークさらに3番の石川雅持が固めてという不審です青番周回は2コーナーもあります5番の坂本周期は6番点短期で私立2勝目を狙っていきます3日目ですそして6番の餅月は中日3番手で立て直してのまくりでありました3コーナーから2センターへと向かっていきます さあ短期のメンバーがマニを切りに動かなければ2番の磯川がどのタイミングで動き出すのかということになりますが4コーナー回りきっていよいよ勝負どころ4周回目ホーム2番の磯川が地元4番の佐藤浩二を抑えました地元コンビが車を引きます関東勢を5番の短期坂本周期が多い6番の望月もさら足でただいま5番手に一勝を進めています地元両者は一旦下げ切りました2番の磯川が 初手3番手から地元勢も前を押さえてそのまま先行体制に入りそうです短期を中断回らせてさあ2番の磯川の先行を4番の佐藤浩二が6番手から展開逆転なるのかどうか一列棒上1コーダ台ーから2校台ーーと向かいますさあ先に仕掛けるのは5番の坂本周希そのまくに6番の望月へ乗ります 7番の桜倉が番手で車間を切りブロックを向かい打つ3コーナーそして4番の佐藤浩司コースはあるのかどうかまずは5番坂本周輝のまくりが決まりましたそこに切り替え7番の朝倉ですが外6番車も来ますがまずは5番の坂本周輝か2着争い3番の石川と6番の森辻さん第9レース S 級特選の2組目です 5番の坂本周紀が短期足を貯めて結果的には関東勢を追い続けこれを足場に一撃を放ちました7番の朝倉のブロックこれを乗り越えましたそして2着争い3番の石川と6番車の望月この両者の2着争いは際どくなりました決定放送お待ちください第9レースでした